ーボンニュートラル社会の実現にはさまざまなエネルギー技術が必要です。東芝グループではエネルギーを作るだけではなく、送る、貯める、そして賢く使うと上流から下流まで全てのソリューションを提供しています。その中から今回は電力設備エアロクシア、二次電池 SCIB、 そして B2C パワートゥーケミカルズの3つをご紹介します。東芝グループはトータルエネルギーソリューションでカーボンニュートラル社会の実現に貢献します。電気エネルギーを発電してから皆様のお手元に届けるまで電力を送る送配電ネットワークがあります。電力の安定供給を支えるこのネットワークには、落雷などから電力インフラを守るガス絶縁開閉装置 GIS をはじめとするさまざまな設備があります。 GIS には電気絶縁性能に優れ科学的に安定な6フッ化硫黄SF6 ガスが広く用いられてきました。しかし SF6 は温室効果ガスの一つで、大気中に漏れた場合の地球温暖化への影響は二酸化炭素の2万倍以上と非常に大きいため、地球温暖化対策の観点から欧州や米国の一部の州などで使用禁止に向けた法整備が進められています。そこで東芝では SF6 の代わりに自然由来ガス、つまり空気に含まれる成分と同じものを使ったエアロクシアをリリースしました。エアロクシアは自然界に存在する気体を使用するため、将来的にも環境や健康、使用規制へのリスクがありません。さらにメンテナンスを省力化できることもメリットの一つです。電力インフラは設備寿命が長く、一旦据え付けられると何十年にもわたって使われます。人々の暮らしを支えるため、今までもこれからも社会に不可欠な存在です。再生可能エネルギーのさらなる導入拡大に伴い、エネルギーの地産地消がさらに進むと、電力インフラはもっと身近な存在になっていくことでしょう。そのような中で自然由来ガスを使ったクリーンでスマートな電力設備が地域に溶け込み、社会を支えていきます。 SF6 代替ソリューションエアロクシア。自動車、バス、鉄道、船舶などのモビリティや再エネを有効利用した蓄電インフラ設備などで、二次電池の活躍の場が広がっています。東芝のリチウムイオン電池SCIB は、負極にチタン酸リチウムを採用することで、従来とは一線を画するユニークな特徴を持っています。発火の危険性が極めて少ない優れた安全性、充放電2万回以上という長寿命、またわずか6分で急速充電することができます。短時間に大きなパワーを出し入れできる上、電池性能を 100% 使い切ることもできます。さらに電池温度が60度にもなる高温環境から、気温マイナス30度まで幅広い地域でお使いいただけます。そんな SCIB のユースケースをご紹介します。例えば EV バスでの事例を考えてみましょう。1周1時間で回るルートを20分おきに運行するとします。ここに4時間充電で4時間走行できる電池を搭載した EV バスを導入すると、3台が走り始め、4時間後には電池を使い切ってしまいます。この3台を充電している間、別の3台が運行するため、結果的に6台のバスが必要になります。一方 SCIB の場合はどうでしょうか。1時間分の SCIB を搭載した EV バスを3台運行するとします。そのうち1台が20分に1回充電に戻ってきます。
この1台は代わりのバスが走っている20分の間に急速充電を終え次の運行に入ることができるため、ルート上を走っている3台の他にもう1台の計4台あれば大丈夫ということになります。充電時間が短いことで運用効率を高め、結果的にバスを6台から4台へ減らすことができます。さらに電池そのものを減らせることで、広い車室や軽量化による燃費の改善も期待できます。充電時間を短くすると充電回数が増えますが、 SCIB は劣化が少なく、急速充電を繰り返しても従来の電池に比べてはるかに長い間性能を保つことができます。この長寿命という特性により、バスの台数や電池を削減できるため、ライフサイクルでのトータルコストを抑えることができるのです。多くのお客様に共感をいただいており、 SCIB の効果的な使い方の相談を受けています。さらに東芝の電池診断技術を用いれば、使用後の EV 電池を例えば蓄電ステーションなどの用途へ二次利用できる可能性もあります。モビリティや都市インフラにおいて電池の果たす役割がますます大きくなる中で、 SCIB が社会課題の解決に貢献します。カーボンニュートラル社会の実現に向け、二酸化炭素を有効活用する技術が求められています。東芝の答えは、再エネで二酸化炭素を価値あるものに変換する P2C パワートゥーケミカルズ。二酸化炭素は非常に安定した物質ですが、これを再エネを用いて一酸化炭素に還元することで不安定になる、つまり他の物質と反応しやすくなります。この一酸化炭素を原材料に様々な化学製品を生み出すことができるのです。東芝グループでは特殊な触媒電極を開発し、 CO2 を水に溶かすことなく気体のまま直接反応させる CO2 電解で世界最高レベルの変換速度を達成しました。さらに我々は長年燃料電池を製造してきた生産技術を生かして、セルを100枚以上重ねて大幅に処理量を増やした CO2 電解セルスタックを開発。環境省委託事業でセルスタックを2基搭載した CO2 電解モジュールを用いて、年間約250トンの CO2 を処理する運転実証を行います。将来的には数百基のセルスタックを集積して装置を大型化。これにより商用規模として使える年間数万トンクラスの原材料生産が可能になります。P2C 技術により生活に欠かせない燃料や化学製品をカーボンニュートラルな原料から生み出すことができるようになります。世界的にニーズが高まっている持続可能なジェット燃料 SAF を作ることもできます。 CO2 が資源に生まれ変わるとなると価値観が変わるでしょう。価値観が変われば清掃工場や石油化学プラントのようなCO2 排出源となる施設にも新たな道が開けるかもしれません。地域資源や既存設備、地場産業を生かしながら、カーボンニュートラルとサーキュラーエコノミー、そしてネイチャーポジティブを統合的に実現する社会のために、 P2C 技術で貢献していきます。いかがでしたか？東芝グループではこれからも作る、送る、貯める、そして賢く使うのトータルエネルギーソリューションで未来をカーボンニュートラルに変えていきます。人と地球の明日のために。